あの戦争を忘れてはいけないっていうのはね、果たしてね本当だろうかって思うんですよ。美少女で、えー、美少女ゼメモエキャラ攻めで第二次大戦太平洋戦争を作るとですね、あの戦争を忘れてはいけない人たちと真っ向からこうぶつかることになるんですけども、僕ねあの戦争を忘れてはいけないはねすでに逆効果だっていうのが証明されてると思うんですよね。忘れてはいけない教育っていうのはですね客観性失われ 失わせるんですよ。っていうのは別に忘れてもいい明治維新とか戦国時代っていうのが実は僕ら知識量が多いんですよ。あの黒船から明治維新に至る流れとか長篠の戦いから本能寺の変に至るまでの方の知識量の方が実は僕らはですね霊天沖海戦とかですね姫入り部隊より 絶対に知識量が多いんですね。それは何でかっていうとだってより近い戦争の方が絶対に資料とかもあるはずなんですけどもでも僕らは実はそれより50年100年前の時代の方が知識量があると日本人は歴史に無知なわけでもなければ今の時代にしか目に行ってないわけではないんですよ。あの戦争を忘れてはいいけなとい,いうプレッシャーのおかげであの戦争周りに関して極めて無関心になってるんですね。 この状態が、すでに70年ぐらい続い,ていると、で、この忘れてはいけない教育っていうのはある一定の効果があったと思うんですけどもすでにもう逆効果が現れていると、まあ、もちろん遺族や被害者の方のとかその生き残りの方家族の方のことを考えたら考えるあまりですねもうもうあの今日はあえて無茶言いますけどもですね思想の自由というのはですね こう感じるべき点のを押し付けるべきではなくて、まず、子供は面白がらせるべきなんですね。で、面白がった後で、どんな人たちがその時、どういう気持ちだったのか、というのは、後付けで載せていかないと。一番最初に面白いがないと、その上に乗っかっていかない、いけないんですよ、ということで,ですね。本日はですね、思想の自由、というようなですね。どのようにして担保されるのか、というのを語るために、まあえてですね。えー、でも、これはこれで大真面目なんですよ。僕は、あの、萌えっていうのをですね、以後は。 おも萌えは正しいいよね、っていう形で,です、ね、それは何かっていうとうん今の日本が持っている最大の武器だというふうに思っているからでこの武器によって世界各国に共感を得ることがですね世界聖杯の道ではないのかというか <laughs> 安倍首相はこっちに金使えよというふうに思っているんですけどですね <laughs> 面白いからやった方がいいよなというふうに思います。えー第二次大戦を 萌えキャラでやったら、なだろうな多分それは第2大戦だけではなくて日本の歴史っていうのを全て萌えで振り返るでもいいですし逆に言えば世界の歴史ももう僕らが萌えという形でやっちゃえばそれはウォルト・ディズニーがヨーロッパの民話や童話をいきなりディズニーアニメにしていわゆるヨーロッパからは原作をレイプしたとかヨーロッパの。 文化を生まれたということになるんですけどもそれに匹敵する何かを僕らは得ることができると思うんですね萌えによる世界侵略っていう言い方もなんですけど <laughs> というふうに考えますということで萌えは正しいというお話でありました岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございますぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく